リラクヤの花澤です。ご視聴ありがとうございます。本日はこちらスリムになるリンパマッサージという本を参考に、内ももや外もものスリミングを目的としたセルフリンパマッサージをご紹介します。今回はよりスリミング効果を高めるためにリラクヤでも使用しておりますこちらの引き締め成分と発熱効果のあるジェルをヒートジェルを使って、マッサージを行っていきます。それでは内ももから始めていきますね。両手を膝のすぐ上に置いて、で鼠径リンパ節に向かって体重をかけてゆっくりさすり上げていきます。今もうジェルも塗っています。次に体重をかけて両手を交互に動かしてさすり上げますね。このようにゆっくり交互にさすります。次に手のひら全体を使って内ももの筋肉を大きく優しく揉みますね。まんべんなく
両手で膝上から鼠径部までを流しますね。体重をかけてゆっくり両手で膝上から鼠径部まで流します。
次は外ももをやっていきますね。内ももの時と同じようにまずは膝の方から付け部の方に向かって上に両手で上げていきますね。内ももは脂肪やセルライトがつきやすい場所なんですけれども、外ももはつきにくい場所になってます。ただし一度ついてしまうとすごく取れにくいんですね。で、運動をそんなにしてるわけでもないのに外ももが張ってる、太ももが張り出しているっていう方は、セルライトがついていると思った方がいいですね。余計なお肉が外ももについてしまっています。まずはこのように外ももをゆっくりさすり上げてください。次に外ももをこのように揉んだり掴むようにします。大きく両手で硬さが強くてつかみにくい場合は柔らかくしていってつかめるようになるまでほぐしてください。女性の下半身は冷えに弱くて、冷えから守ろうとして脂肪をつけているケースもありますので、なるべく冷やさないように気をつけてください。今回行っているももから鼠径部のマッサージは生理痛や生理不順などの女性ならではの不調や悩みにも改善効果がありますので、ももを細くしたいという方ももちろんですけれども、
生理の悩みがある方ですとか、生理痛がきついですとか、生理不順があるとかいう方もぜひ、やってみてください。最後に叩きます。叩くことで血行促進や引き締めの効果がさらに高まります。始める前はもっときつかったんですけど、今の方がきつさがなくてですね、もっと前は最初ははみ出すような感じだったんですけど、ちょうどぐらいな感じで一回り細くなったんだと思います。はい、ありがとうございました。